お花紙とセロテープで作る藤の花をぐっと簡単に作る方法です。用意するものはお花紙20枚とセロテープカッター、ハサミ、風呂敷などの大きい布、ホッチキス、ハンドクリームです。お花紙は水分を吸収しやすいので、手に保湿性のハンドクリームをつけて作業すると扱いやすくなります。藤色のお花紙20枚を揃えて半分に折ります。中央の折り目に合わせて左右からさらに半分に折って4等分にします。端の部分をホッチキスで2箇所ずつ留めます。ホッチキスとホッチキスの間を1センチ以上空けておきましょう。折り目のところで4つに裂いたら、それをホッチキスとホッチキスの間でさらに裂きます。端をホッチキスで留めたお花紙が8本できます。お花紙を細かく切っていくので、下に布を敷いておきます。広がった時集めやすく、作業を中断する時も布でくるんでおくことができます。お花紙のホッチキスで留めてない方から、斜め、まっすぐ、斜め、まっすぐと三角ができるように切っていきます。端まで切ったら、ホッチキスで留めた部分は使いません。切ったものは20枚重なっているので、1枚ずつバラバラにほぐしておきます。かなり手間のかかる作業なので、何人かで手分けすると早くできます。セロテープカッターを布の端に置き、長く引き出したら、セロテープを引っ張ったまま粘着面にお花紙を押し当ててくっつけていきます。余分なお花紙を落とし、しっかり貼り付けるために何回か撫でます。またセロテープを引き出し、お花紙をつけます。お花紙は手前から向こうにつけても同じようにできます。これをひたすら繰り返します。途中でテープがなくなったら、新しいものに取り替え、端に貼り付けると、つなぎ目などなかったように同じ作業を続けることができます。お花紙が残り少なくなったら、テープを20センチくらいに切ってペタペタと貼り付け、それを今まで作ったものに貼り付けます。全部貼れました。軽くしごいていくと、お花紙が何枚か落ちてくるので、これもセロテープで貼り付けておきます。測ってみると11メートル30センチの長さになっていました。壁に引っ掛けてみるとこんな感じです。これを30から50センチくらいに切って、葉っぱをつけると藤の花があっという間にたくさんできます。並べて飾ると藤棚の出来上がりです。伸縮トレリスにワイヤーなどでつけると、好きな長さに伸び縮みさせることができ、畳んでコンパクトに持ち運べるのでおすすめです。五色鶴のお花紙は500枚入りなので、全部使うと大迫力の大きな藤棚になるでしょう。飾る場所に合わせて量や長さ、飾り方を工夫してお楽しみください。